雨の中のリフティングはすごい印象に残ってますサンフレッチェ広島対浦和レッドダイヤモンドズの試合で福田正博さんがゴールを決めたときに30周年を迎えましたけどもお二人が一番印象に残っている J リーグのシーンワンシーンを教えていただければと思います J リーグでお願いします。J リーグ現役ででももその後でも全然構いません まあよく見て、印象な何回も多分映像で見てるのもあると思うんですけど、あのピクシー、あのストイコビッチ選手、ストイコビッチさんの雨の中のリフティングは、すごい印象に残ってます、まあ、あと、一緒にやって、本当、ボール取れねえなっていう感覚がかなり強かったので、やっぱあのピクシーかなっていうところです。はい 僕はあの自分がプレーした期間よりもやっぱりそのシーンを見てプロサッカー選手になりたい J リーガーの夢っていうのを与えていただいたシーンの1つでもあるサンフレッチェ広島対浦和レッドダイヤモンドの試合で福田正大さんがゴールを決めたときに喜ばないシーンで森保さんが声をかけるシーンなんかはすごく子供ながら印象的なシーンでは今でも鮮明に覚えてますので。 うん、やっぱそういうシーンを見てきて育ったのであえて僕がプレーしていない時期を、はい、挙げさせていただきますありがとうございますでは30年30年後の J リーグにどんな J リーグになってていただきたいかということを教えていただければと思います野村さんお願いします、はい、30年後そうですね、まあ、もちろんあの日本人選手で、えー、日本代表クラスの選手が、まあ、たくさんプレーしているとともに いろんな国の多様な選手があそこに行きたいなと思ってきてるっていうような状況ですかね、まあ、きっと30年後、ヨーロッパがどういうふうになっているのかということも、まあ、読めなかったりすると思うんですよ、30年前のイングランドプレミアリーグが今ほどの盛り上がりというか大きなものになっているということもわか,からなかったというか、そうではなかったわけなので。 世界がどうなっているかはわからないで、その中で日本がアジアを中心に圧倒的な魅力的なリーグになっているっていうこ4大リーグと言われているヨーロッパ屈指のリーグに J リーグもです、ねえー、そこに割って入るようなリーグになっていければいいんじゃないかなと思います。 選手からも海外でプレーしたいっていう言葉よく聞かれますけどもではなくて日本でプレーしたいって海外の選手が思ってもらえるような素晴らしいリーグにできればなと思いますし僕日頃から日本もサッカー文化を起こしたいきたあの起こさなければいけないってことを言ってるんですけども、まあ、週末に今のヨーロッパみたいに街の人がスタジアムに行くようなあ週末の試合を楽しみにえ過ごすようなそういう時間が日本でも 起きるようなですねあの30年後そういう素敵なリーグにできればなというふうには思っております。